島田豪太郎、島田豪太郎から1945年2月28日は、日本の農商務、内務官僚、幹線県知事、越前国勝山藩市、島田聖虎、鶴の長男として生まれる。京都で、旧正中学校の教育を受けて上京し、大学予備門を経て、1890年、帝国大学法科大学法律学科を卒業。 同年7月15日、農商務省に入省し支保となり、三時官室に配属された。1902年、農商務省参事官に就任。以後、林務官、鉱山監督県農商務省参事官、臨時用タバコ取扱所建築事務官、林野整理局所機関、林務官金山林局所機関、県農商務所機関などを歴任し、1907年1月、京都府事務官、 1> 第1部長兼第3部長となる。1907年12月、埼玉県知事に就任。産業、教育の振興に尽力。1913年6月、岐阜県知事に転任。加納高等女学校の開校、米の生産検査の施行などを推進。1917年1月、長崎県知事に転任。労働葬儀、スペイン風邪の対応などに尽力。 1919年4月に知事を辞職し退官した。退官後、1919年10月に、矢作側において、電源開発を手掛ける矢作水力の監査役に就任、1936年10月まで在任した。なお、1937年版の更新録に見える役職は、矢作水力監査役のみである。ありがとうございます。